どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さあ、今回もサバイバーですね。今回はケイトで、いつも通りやっていきたいと思います。いつも通りね。まあまあまあ、今回のキラーなんかな。ねえ、あと今回、あ、いたね。カニバルさんやね。今回は、キラーの近くでフックを3本破壊というのがあるので、そちらやっていきたいと思います。まあそのためにサボタージュ持ってきて、っていう感じですね。で、工具箱も持って念には念をという感じにしてます。お、フェンミンちゃん、フェンミンのこの衣装いいよね。欲しいお金払わんといかんからね。課金や課金。さあ、一人追っかけられてるけど、特には何もないって感じだね、今のところ。治ったね、早かった。まあ、有能もついてたらやっぱそれぐらいになるよね。おお、来てる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 。強いからね。痛い痛い。フランクリンの。そうですか。だよね。カニバル持ってるよね、やっぱね。どうぞ。1個ナイス。時間稼ぎさせてもらえればね。いや、そっちは地下がある可能性があるんで。ぐる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 って。危ね危ね。お、いける？いやー、危ね。ちょっと工具場所、工具箱を回収行きてえなー。何のために持ってきたんだっていうぐらい使ってないからね。まあでも、パーク的には基本のパークって感じか。それ直せる？あ、いけそうだね。近いねー。いやー、カニバルさんね、もう距離詰められてチェーンソー使われたらもうほぼほぼやられるからね、場合によっては。さっきチェーンソー使われなくてよかったわ、ほんと。てか、有能の照明2人持ってるのか、めっちゃいいね。助かる。このあたり、あったあったあった。心音がしてる。心音してたら奥だね。よし。ああ、目もくれない感じだと、あれかな。そんな気にしてない感じだもんね。もうやつしか狙ってないね。そうか、もう回した方がマシだけど、あと1個なんだよね。目の前でガンガン回してみるか。こんなにキラーを追っかけることもないけどね。さあ、二つ目。達成したいんで。ほらほら。やっぱ来ないね。
上直してる。じゃあさっきのところか、直ってないのは。直そう直そう。多分ね、あの感じだと追っかけてくることはそうそうないと思うんで。やるかした。あ、意外と近い。そっちかさあ、バビチル発動するからね。できるだけ近くいて。よしよし。助けて。直す？直さない感じだね。あー、やっぱサボタージ切れるか、アイテム使ってるときは。負けた、ラッキーやね。さあ、まだ追っかけては来てるかな。よし、じゃあ多分こっち向くでしょう、ヘイトは。この状態で一回釣られるかな。マジで？めちゃくちゃ今のラッキーだったな。探してるね。ちょっとこっから一回離れよう。おお、破滅。いい仕事したね。多分ね、あとフックあと1回ぐらいすればどうにかなると思うんで。でも発電機1個直してた方がいいかな。どうしよっかな。ちょっとね、狙いに行きたい回ではあるのよ。できるだけね。とりあえず回復しておいて。よし、これでちょっと時間は稼いだけど。あ、いけたね、ナイス。いやー、いい成功やった。いいね、いいね。これキラーだと逆にやられるとめちゃくちゃ腹立つんだけど、成功したサバイバーは気持ちいいの一言やね。あー、いい仕事した。ってことで、発電機回しますか。どこあるかなあ。リングはいいかな。いや、だいぶ、あれだね、やっぱ、追いかけるね。担ぐ野郎で、サボタージュがまだ。うん、あ、ニツリー。どうかな。てかね、残り1個の治り具合次第なんだよね。お、治った。あ、目の前か。どう？来ないね。よし、距離的にはこっちをって感じかな。向こうの味方が合流してくれるかどうかだね。バレてなかったのかどっちなのかちょっと分かんないけど。間に合わなかったか、ギリ。
あれ、あと一人は。あら、やめた。ってことは待ってる感じか。見てますね。いやー、フェンミンちゃんダメやったな。あー、危なで、どっち側釣るかな。しゃがんでおいて、このタイミングで、よーし。このタイミングだね。あー、でも向こう釣るか。意外と近かったな、奥がね。そう、どうする？散々邪魔はしてますからね。やたらチェーンソーを使わないのは一撃じゃないのか、出血か何かになってるのかな。そんな感じだよね。待て待て待て、なんで、なんで後ろ行った。なんでなんで。よし。いや、フェンミン助けれなかったけど、まあまあ無事脱出ですね。いやー、怖いわ。はい、ということで今回ここまでとなります。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。